若者の和菓子離れが指摘される中、老舗の和菓子店を切り盛りする若おかみが作る新感覚の和菓子が話題を呼んでいます。学生の頃は元ギャルという彼女に話を伺いました。ショーのキャスターが訪れたのは埼玉県桶川市。こんにちは。こんにちは。初めまして。フジテレビショーノと申します。お願いします。榊と申します。よろしくお願いします。明治時代に創業し、今年で135年になる老舗和菓子店。その6代目おかみを務めるのが榊萌美さん、27歳です。早速、榊さんが考案した新作の和菓子を見せてもらいました。マーブル模様が素敵な一口サイズの羊羹。代々作り方を受け継いできた白あん。そこに抹茶、柚子、黒ごまなど6種類の味を重ねました。いちごですね。香りがすごくいい羊羹ですね。あ、本当ですか。うん、おいしい。実は榊さん、高校大学時代は典型的なギャルでした。ギャル時代はどんなギャルでいらっしゃったんですか。気が弱いからこうせめて見た目だけでもと思ってギャルになったので。それまで控えめだったのがギャルになって自信がついたという榊さん。若おかみとして店を継ごうと決心したのは20歳の頃でした。もともとなんか人のためになりたいなって思ってて、ちょうど母が入院して、でこう母と父が病室でお店どうするかみたいな話をしてて、私が継がないとお店はなくなってしまうんだなって。ところが常連客の高齢化で客足が減り、店は赤字続き。そんな苦境を榊さんが考案したお菓子が救いました。こちらのアイスキャンディー、実はある特別な秘密が。シャキプルって感じですね。食感が癖になりそうな和菓子の材料であるくず粉、それをアイスに使うことで新たな食感が生まれ商品化。メディアにも取り上げられ大ヒットしました。しかしネット上では榊さんに対するまだ若い女性ということへの誹謗中傷があったそうです。辛かった時はどういうふうに立ち直ってらっしゃるんですか。クズを扱ってる問屋さんなんですけど、たくさん注文が入りましたとか、ありがとうございますっていう声をいただけて、あ、ちゃんと誰かのために慣れてたんだって。多くの人々の支えがあってこそ続けられたおかみの仕事でした。SNS に自ら出演する榊さん、こうした情報発信やデパートの出張販売で生まれた新たな人とのつながりが大事な宝物なんだそうです。自分の幸せなことってお客様だったりとか周りの方だったりとかがこう笑顔でいてくれることなので、長く残せるようにずっと地元に根付かせていきたい。和菓子離れが指摘される中、若い人にもっと和菓子の良さを知ってもらいたいと願う若おかみの挑戦は続きます。